名峰綿向山を望み近江商人の伝統が今も息づく日野町。そこでチーム日野日和の私たちが日野の情報をどんどんお届けします。心ほっこり日野日和、日野ひな祭り機構。2月上旬から3月上旬に開催される日野ひな祭り機構。祭りの途中で気になるお店を発見。ちょっと寄り道。はい、全部食べてみてください。ここなんですか？ここはね、町内会の婦人会でお土産物を売ってるんです。なんかおすすめありましたら。おすすめはね、これ日野で作ってはるあられとおせんべいなんですよ。早速試食しました。こっちで焼き芋を焼いてます。おいしいです。ありがとうございました。この町内会でやってます。地域おこしの皆さんで。そうなんですよ、みんな張り切って頑張ってるんですよ。これはね、ちょっと近くの日野町の方が作っていただいて、もうほとんど完売になりました。おかげさまで。じゃあいただきますね。はいはい、すみません。日野で作った漬物ですか？そうですよ、日野ですよ。めっちゃ優しい味ですわ。美味しいですね。うまいうまいうまい、美味しいです。大事なお話やです。日野町の魅力をどんどん紹介していきます。お楽しみに。